KT キング、10はポーカーにおいて、比較的強力なスターティングハンドの一つですが、他の上位ハンドに比べるとやや慎重にプレイする必要があります。 特にテキサス。ホールデムでは、ポジションや相手のタイプに応じた戦略が求められます。いかに KT の強さと戦略について詳しく説明します。KT の強さ、プリフロップの強さ、ステッド KTKTS、同じスートの KT は非常に強力です。フラッシュやストレートの可能性が高く、ポストフロップでのポテンシャルが大きいです。オフステッド k t k t を同じスートでない KT も依然として強いスターティングハンドですが、ステッドほどの強さはありません。主にトップペアやストレートドローに頼ることになります。ポストフロップの強さ、トップペア、 フロップでキングまたはテンが出た場合、トップペアを持つことになります。ただし、キングの場合は KQ や i、e、t テンの場合は AT や JT に対して劣ることがあります。ストレートドロー、KT はフロップでストレートドローや完成されたストレートになる可能性があり、これも非常に強力です。KT の戦略、プリフロップのプレイ、レイスとリレイズ、レイズ、プリフロップで KT を持っている場合、レイズするのが一般的です。これにより、ポットを構築し、 弱いハンドを下ろさせることができます。リレイズ誰かがすでにレイズしている場合、リレイズするかどうかは相手のハンドレンジやポジションを考慮する必要があります。相手がタイトな場合、リレイズを控えることもありますが、留守な相手にはリレイズを積極的に行うことが有効です。コールドコール、プリフロップでレイズに対してコールドコールすることも一つの戦略です。これにより、ポストフロップでのプレイを優位に進めることができます。ポストフロップのプレイ、フロップでのアクション、トップペア、 フロップでキングまたはテンが出た場合、トップペアを持つことになります。この場合、積極的にベッドやレイズを行い、ポットを構築します。ストレートドローフロップでストレートドローになる場合、積極的にベッドしてポットを構築し、対戦相手にプレッシャーをかけます。ミスフロップ、 フロップで何もヒットしなかった場合でも、KT のハイカードとしての価値は依然として高いです。特に相手が弱い場合やポジションが良い場合、コンティニュエーションベッド C ベッドを行うことが効果的です。ターンとリバー、ベッドの継続。フロップで有利なハンドを持っている場合、ターンやリバーでも積極的にベッドを継続します。ただし、ボードの状態や対戦相手の反応を考慮してプレイを調整します。慎重なプレイ、ターンやリバーでドローが完成する可能性がある場合、慎重にプレイします。相手のアクションやボードの状態をよく観察し、 適切な判断を行います。相手のタイプによる戦略。タイトなプレイヤー。タイトなプレイヤーに対しては、KT の強さを信じて積極的にプレイします。彼らは弱いハンドでは参加しないため、ポストフロップでの強さを発揮しやすいです。アグレッシブなプレイヤー。アグレッシブなプレイヤーに対しては、リレイズやベッドでプレッシャーをかけることが有効です。彼らのグラフを誘発しつつ、自分の強さを活かします。注意点。強いハンドとの対戦 KT は強力なハンドですが、AA、KK、99、J、T、AK、a、Q KQ、KJ などの強力なハンドには劣ります。 これらのハンドと対戦する際は慎重にプレイする必要があります。オーバープレイのリスク。KT は非常に強力ですが、無謀に大きなベッドをし続けることは避けるべきです。相手のハンドレンジやボードの状態を常に考慮し、適切な判断を下します。読みとブラフ。相手のプレイスタイルや行動をよく観察し、適切にブラフを仕掛けることも重要です。特にアグレッシブなプレイヤーに対しては、ブラフを読んで適切に対応することが求められます。あとめ その強さを最大限に引き出すためには、適切な戦略と状況判断は求められます。プリフロップでのアクションやポストフロップでのベッティングを工夫することで、ポーカーの勝率を大幅に向上させることができます。特に強いハンドとの対戦や相手のプレイスタイルに応じた柔軟な対応が成功の鍵となります。